Thank you.
ームナンバー52。守ります。東海学園高等学校の守備をお知らせします。ピッチャー後藤美優さん、キャッチャー松並いろはさん、ファースト川澄優香さん、セカンド下村あゆみさん、サード亀田しおりさん、ショート上田奈々子さん、レフト清水真奈さん、センター大谷聖衣良さん、ライト小早川果歩さん、
を落とされた方は C 球場までお越しください。東海学園高校の攻撃は4番ショート上田奈々子さん、ユニフォームナンバー13、
回の表、東海学園高校の得点はありません。
6番サード奥田芽衣さん、ユニフォームナンバー23。
校の攻撃は7番センター大谷聖良さん、ユニフォームナンバー16。攻撃は9番レフト山崎さやかさん、
ユニフォームナンバー15。1番ライト小早川さん。
2番セカンド下村さん、
6番サード奥田さん。
回の裏、創志学園高校の得点は1点です。お知らせします。 B 球場第3試合、大阪府代表香里が丘リベルテ高校のキャプテンはオーダー用紙を持ってバックネット裏までお越しください。4番ショート上田さん、
ません。Yeah.
VOD があります。Thank you.
回の表、東海学園高校の攻撃は7番センター大谷さん。8番川澄さんに代わりまして代打杉山さん、ユニフォームナンバー12。
ライト9番。17アウト。9イン。9がイン。代打再出場。ゲートです。ピエトリン、はい、先ほど代打で出場しました杉山さんに代わりまして川澄さんが再出場します。ライトの小早川さんに代わりまして船橋直さん、ユニフォームナンバー9がライトに入ります。学園高校の攻撃は5番ファースト関口さん、Yeah!
6番サード奥田さん。選手の変更をお知らせします。7番大橋さんに代わりまして代打上村ひなさん、ユニフォームナンバー9。
Yeah!
注意ください。選手の変更をお知らせいたします。ピッチャーの辰巳さんに代わりまして白川佳穂さん、ユニフォームナンバー19が入ります。39番代打、代打、ユニフォームナンバー39。
はい。ご覧のようにただいまの試合は4対1で岡山県代表創志学園高等学校が勝ちました。この道市三木ソフトボール球場 B 球場第3試合は午後3時開始予定です。試合開始までしばらくお待ちください。ベンチンは2時35分に出して。